ナンディ・アスハルは、日本の元フィギュアスケート選手。2004年、ISU ジュニアグランプリファイナル2位。2008年、メラーの杯、月。2008年、ゴールデンスピン、優勝。2010、2011年シーズンをもって引退した。福岡市出身、福岡クラブ所属。中村学園大学流通科学部卒業。2008年度から2009年度まで服屋社員。 シャイな性格の持ち主。姉のミサと妹のミレイ、ミラもフィギュアスケート選手で、ミラとは2007年に兄弟で全日本選手権に出場した。幼稚園の体験授業がきっかけで、スケート教室に入り、1993年から本格的に取り組み始める。2007から2008シーズンの全日本選手権では、僅差で中庭、ケンスケを逆転して3位となり、 世界選手権初出場を決めた。しかし、世界選手権の本番では、ショートプログラムでので遅れが響いて19位に終わった。2008から2009年シーズンにはメラーの杯続いてゴールデンスピンでもシニアクラス国際大会優勝。ゴールデンスピンでは非国際スケート、連盟主催競技会ながら200点超えのスコアを記録した。 引退を決めた2010から2011シーズンには、フリースケーティングのプログラムをカルメンに戻した。スケートカナダのフリースケーティングでは6種8回の3回転ジャンプを着氷し、パーソナルベストを更新した。自身最後となった全日本選手権のフリーの演技、終了後に観客からスタンディングオベーションを浴びた。ABC フィギュアスケートデイズプラス2008から2009男子シングル特本ダイエックス出版2008年9月 P21AB ファッション2009フィギュアスケート男子シングルフォトブック2馬車2009年2月ピアニッシモ115から116カッティングエッジ日本男子フィギュアスケートオフィシャルファンブックダイエックス出版2005年12月 P67 らフィギュアスケート南里安春オフィシャルブログ2010年4月3日更新2010年5月23日閲覧カッティングエッジ P64 カッティングエッジ2007日本男子フィギュアスケートオフィシャルファンブックダイエックス出版2007年1月 P43 カッティングエッジ P67 カッティングエッジ 2007P46 ミサトミレイはすでに引退 カッティングエッジ P62AB、カッティングエッジ 2007P88、2008、全日本選手権レポート男子、シングル、フィギュアスケートデイズボリュームトダイエックス出版、2009年2月、ピアニッシモ、二26から29、ケンジと喋ろうよ。第6回、ナンディアスハル、フィギュアスケートデイズボリュームトダイエックス出版、2009年2月、P34 から39、 カッティングエッジ2008日本男子フィギュアスケートオフィシャルファンブック第 X 出版2007年12月 P40AB カッティングエッジ日本男子フィギュアスケートオフィシャルファンブック第 X 出版2005年12月 P93 カッティングエッジ P65 カッティングエッジ P61P67 ありがとうございます。